はい、皆さん、こんにちは。ただいぶで数学を担当してます、おまたです。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回は、円と直線の共有点に関して、考えていきますと。で、ちょっと黒板にいろいろ書いてあるんですけど、まず最初はですね、このちょっと上のテーマから確認していきます。今日一応2つ、確認してもらいたいんですけれども、まず1個のテーマ確認して問題解いて、次、下のテーマ確認して問題解くような流れっていうのを取りたいと思います。ということで、じゃあまず最初なんですが、円と直線の共有点考えると。で、共有点の座標っていうのは、こうやって円の方程式と直線の式があって、共有点の座標は、それらの図形の方程式を連立させた連立方程式の実数解として求めることができるよということですね。共有点、交点っていうのはね、二つの方程式を、連立させて、解くことができますというところなんですが、ちょっとここはですね、これ文字で書いてあるので、実際に問題解いてみて、理解してもらえればと思いますので、問題の解説の方に、入りたいと思います。はい。というわけで、じゃあ、問題やっていきますね。円の方程式、x の2乗足す y の2乗足す5と、イコール5と、y イコール x 足す1。ということで、これ1と2を連立して、共有点の座標を求めていきますと。ということで、じゃあ、丸1に丸2を代入して、x の2乗足す、x 足す1の2乗イコール5。なので、x の2乗足す、x の2乗足す 2x 足す1。ということで、2x の2乗足す 2x-4 イコール0ですね。2で割ると、こういうふうに、二次方程式になりますので、x 足す 2x-1 イコール0。ということで、x が1とマイナス2というふうになります。はい。ということで、x イコール1のとき、これ、丸2に代入すると、この1を丸2に代入しますね。そうすると、y イコール2と出ます。x イコールマイナス2のとき、y イコールマイナス2入れると、マイナス2足す1で、マイナス1となります。ってことで、よって共有点の座標は、1、2と、マイナス2、マイナス1と。なりますと。はい。これでおしまいです。こんな感じでね、括弧2、括弧3考えていきたいと思います。で、括弧2番、2x 足す y イコール5ということなんで、じゃあ次、こんな感じになりますね。はい。ということで、じゃあこれやっていくと、まず、丸3より、y イコール、マイナス 2x 足す5ですね。で、これ4っておいて、丸1に、丸4を代入すると、x の2乗足す、マイナス 2x 足す5の2乗イコール5となるので、x の2乗足す 4x の2乗引く 20x 足す25イコール5です。ということは、5x の2乗引く 20x 足す20イコール0。じゃあ、x の2乗を5で割って、こうなるので、x-2 の2乗イコール0。ことは、x イコール2ですね。はい。ってことで、今回はね、解が1つになりました。ということで、x イコール2のとき、y イコール、これに代入すると、マイナス4たす5で1ですね。ということで、共有点の座標は、2、1ということがわかります。これ今回は、こうやって図あったときに、これルート5の円があって、で、この直線が y イコールマイナス 2x 足す5なんで、この辺に、こうやってあって、ここで接してるということですね。共有点1個ということなんで、こう接してるということになります。括弧1番は、共有点2つ出てきたので、円に対して、交点2つ持ってる。共有点2つ持ってるよということですね。で、括弧2番は、
まあ、解いた結果、共有点の座標は1つでした。ということになります。はい。というわけで、じゃあ次のカッコ3番いきたいと思います。はい。というわけで、じゃあカッコ3番いきますね。じゃあカッコ3番は、また、丸5から y イコールマイナス x 差し。という形に、しておきます。はい。じゃあこれを代入すると、x の2乗足すマイナス x 足す6の2乗イコール。で、計算していくと、足す36イコール5で、2x の2乗引く 12x 足す31イコール0。となりますね。ってことで、まあ、これ x、まあ、解の公式になるかなと、まあ、予想して、まあ、やってみると、まあ、2a 分のマイナス b プラスマイナスルート、b2 乗引く 4ac、8×31 なんで、まあ、こうなりますね。ってことで、これ、ルートの中がマイナスになってしまいますので、ちょっとこれ、解が出ませんね。解が出ないので、まあ、解が出ないということは、まあ、今回共有点が存在しないということに、解が出ないので、まあ、ちょっとここではですね、まあ、こういう形で、じゃこの二次方程式、で、この二次方程式の判別式を D と置くと、まあ、D イコール、まあ、4分の D できる人は4分の D でもいいと思うんですが、B の2乗引く 4AC で、これ144引く、まあ、今計算した248で、マイナス104ですね。はい。ということで、これ負。ということになるので、まあ、これ解がないと。はい。ということで、よって、1と5は、はい。ということがわかりますと。はい。というわけで、まあ、今回、カッコ3番は共有点を持たなかったんですが、まあ、要は、ここの、二次方程式を見た段階で、まあ、これの、まあ、今回は、これ解が出なかったんで、まあ、共有点持たないと。で、ちなみに、カッコ2番で言えば、まあ、二次方程式を連立して、まあ、y を消去して x だけの二次方程式にしたときに、これは、解が1つ出たので、まあ、共有点が1個と分かりました。で、最初のカッコ1番で言えば、まあ、この二次方程式が、まあ、2回あったので、共有点が2つと分かりました。で、この辺から、まあ、ちょっと、もう少しですね、話を掘り下げて考えていくことができるので、ちょっと次のテーマは、まあ、今の、二次方程式の、と、こう、共有点の個数のところの、に注目した話をちょっとしていきたいと思います。はい。ということで、まあ、今の、問題解いて、まあ、なんとなく、察した方も多いかなと思うんですけど、まあ、円と直線の位置関係、ちょっとこの後見ていきたいんですが、まあ、円の方程式と直線の方程式から y または x を消去して得られる二次方程式ということで、まあ、さっき連立して二次方程式作りましたと。で、まあ、二次方程式の、まあ、この、消去して作った二次方程式の、この解の個数と、まあ、共有点の個数というのが一致するよというのがですね、まあ、今回のポイントになります。まあ、なので、まあ、共有点の個数っていうのを、まあ、考えたいというときは、まあ、二次方程式の、まあ、判別式を考えればいいということになります。なので、まあ、ちょっとここで右にまとめがあるんですけれども、まあ、その消去して得られる二次方程式の判別式を D としたときに、D が正だったら異なる2点で交わると。まあ、2つの共有点を持つよということですね。で、D が0だったら、まあ、1点で接する。まあ、要は重解。重解のときは、1点で接すると。重解を持つよってことですね。はい。で、まあ、D が負のときっていうのは、解がないので、まあ、共有点を持たないということになりますね。はい。ということで、一応図を書いて、ちょっと補足しておくと、まあ、D が正だったら、まあ、この時っていうのは、こう、円に対して直線がこうやって、2点でぶつかるようになってまして、D イコール0の時は、円に対して直線がこうやって接している状態になります。
接する状態ですね。で、D が負の時は、まあ、円に対してこう直線が、まあ、こう、共振を持たないので、まあ、こういう位置関係になってるよということになります。はい。ということで、まあ、今回は最後ですね、このテーマを、まあ、使ったような問題っていうのを考えていきたいと思います。はい。というわけで、じゃあ最後はですね、問題2番解いていきたいと思います。円イコール、x の2たす y の15、3と、直線 y イコールマイナス 2x たす k とが、異なる2点で交わるように書いてますので、じゃあまた、先ほどと同じように、まあ、こういうふうに置きます。ただ、丸2を、丸2を丸1に、代入して、そうすると、x の2乗たす、マイナス 2x たす、k の、2乗イコール3ですね。ことで、計算すると、x の2乗たす、4x の2乗、引く、4kx たす k の2乗イコール3ですね。ということは、5x の2乗引く 4kx たす k の2乗引く3イコール0となりますと。はい。ということで、まあこれ3番とすると、まあ丸3の、判別式を、D とすると、まあ、今回ちょっと4分の D でやりたいと思いますが、まあ、4分の D が、ちょっと、わからないという人はですね、まあ、動画の方で確認してもらうか、まあ、もしくはですね、ちょっと D の方でですね、計算してもらっても同じ答えが出るので、4分の D で計算すると、こうなりますね。で、これ 4K の2乗引く、5K の2乗足す15。なので、マイナス K の2乗足す15となります。はい。ということで、今回は、丸1と丸2が、異なる2点で交わる。丸1と丸2が、異なる2点で交わるための条件は、D が、正となることですね。はい。ことで、ちょっと右、左上に行きますが、ということで、マイナス K の2乗足す15が正。これは K の2乗引く15が負で。で、二次不等式を解きますね。ということで、答えはマイナスルート15から、ルート15と。求まります。はい。はい。ということで、今回ここで、ここまでで以上となるんですけれども、まあ、今回は、円と直線の、共有点の座標というのは、まあ、連立方程式をし、連立することで求めることができるという点と、あと、まあ、連立した式というのの判別式を考えることで、まあ、円と直線の共有点の個数もわかるということですね。そこを押さえておいてもらって、まあ、次回もう少し、この円と直線の位置関係のところに関してね、もう少しですね、まあ、詳しいところを見ていきたいと思いますので、まあ、今回はここまで押さえておいてもらえるといいかなと思います。ということで、こちらで今回は以上になります。それではお疲れ様でした。今日解説した内容は、自分で解けるようになるまで何度も何度も解き直してみてください。それでは本日はお疲れ様でした。